腐食っていうのは基本的には材料と環境が効いてくるって言われていてですね、環境に対して実績のある素材を使ってるんで、まあ、腐食に対してもかなり強いしっていうところを考えてるかなと思ってます。はい、こんにちは、メルカリ R4D の高橋です。このチャンネルはメルカリの研究開発組織である R4D のチャンネルです。世の中の素朴な疑問にお答えする企画を始めておりますが、第1弾のモビリティの4回目になります。今回のテーマなんですけれども、たまに錆びている車があるんですけれども、どうしてでしょうかと。まあ前回の動画でも車はほぼ鉄でできているので鉄は錆びると思うんですが、まあなんか最近あんまり個人的には錆びてる車見かけないかなと思いつつ、こう海近くとかだと錆びてる車も見かけるなみたいな印象なんですけれども、山田さんこのあたりはどうなんでしょうか。腐食みたいなものっていうのが結構いろいろ研究めちゃくちゃあるん で自動車会社の人たちとかも知ってますし、まあ、ある程度金属やる人だったら材料系のなんか勉強とかで知ってると思うんですけど、まあ、腐食っていうのは基本的には材料と環境が効いてくるって言われていてですね、材料の改良のために、まあ、金属使わないようにしようっていうので樹脂使ったりとか、まあ、環境の対策のために水分を入れないようにメッキやコーティングしようみたいなところがやってますっていうところです。まあ、金属の中でも錆びにくいやつがあって、アルミとかステンレスとかいろいろあるんですけど、ただなんだかんだこう地球の環境が意外と外に出してみるとすごいなんかよくわかんないんですよね。なんか錆びないはずのものが錆びてしまうみたいなところがあって、なんで昔の車っていうのはなんかその辺の知見がなかったっていうのもあって錆びやすいっていうのもありますし、あとメッキやコーティングでなんとか頑張るんですけど、メッキコーティングもまあ万能なものじゃなくてですね、僕もそのメッキの設計だったりコーティングの設計をしたことがあるんですけど、実際見た目としては穴が開いてないんですけど微細なピットみたいなのが開くんですよね。なんで見た目はコーティングができてるメッキできてるんですけど、顕微鏡とかで見ると素地までいってるパターンがあるというので、実はコーティングしてるんだけど鉄がちょっとだけなんか見えてるみたいなのがあるんですね。それも微細なものなんですけどっていうところに微妙にこう水みたいなやつが溜まって腐食液みたいになって、腐食していくっていうパターンがあって、結構一気に来るっていうとよりはやっぱじわじわ来るって感じなので、古いものに、錆びてるものが多いよねって印象はまだそこからかな。ちょっとずつなんかそのちっちゃい穴からやられていくっていうのがあります。あとはメッキコーティングもなんか一生保持、力を保持できるわけじゃないんで、接着の力がだんだん弱まってきて剥がれてきて、ちょっと剥がれたところからか腐食の液が水とかが侵入してきて錆びていくじわじわですみたいな感じが起きてます。あとは外部要因でいうと融雪剤とか意外とやばくてですね、雪を溶かすためにいろいろ巻かれてますけど、あれ結構アルミにすごいダメージを与えるっていうのがあって、自動車業界ではなんかアルミを地面の方に置くのはなんか危険だみたいなことはある程度言われてたりします。であとはなんか樹脂を使うっていうのは一つの手なんですけど、まあ、先ほどあの強度のところで申し上げた通りですね、樹脂っていうのは衝撃に耐えられないっていうのがあるんで、本当は下に置きたいんだけど下っていうのはちょっと強度が必要、車両ぶつかった時に耐えないといけないっていうので、樹脂だと強度的に弱すぎて割れてしまうんで、本当は下を樹脂にしたいんだけど樹脂にできない、なんでまあ無理やり金属使うんだけど、それだと環境にやられてしまうんでコーティングしよう、メッキしようみたいなところがまあ基本的な考え方になってます。まあ、今の腐食の観点で言いますと、ポイマに関しては、まあ、樹脂系の素材なんで、まあ、ある程度腐食しにくいっていうのもありますし、まあ、そもそも今使ってる素材っていうのが SUP っていうパドルボートみたいなやつですね。あれで水の上で使われてる素材なので、まあ、ある程度こう普段自動車の人たちが考えてるような腐食に対してはかなり強い素材使ってるんじゃないかなと思ってます。なので、まあ、そういう意味でもポイモっていうのがなんか利点が大きいというか、金属とか使うとメッキとか考えないといけないし、で樹脂とか使うと強度のこと考えないといけないしに対しては そもそもの速度を下げるだったり、そういうところを考えて、でさらにそういうところで環境に対して実績のある素材を使ってるんで、まあ、腐食に対してもかなり強いしっていうところを考えてるかなと思います。はい、これからも皆さんの疑問に答えていきたいと思いますので、気になることがあればぜひコメントをよろしくお願いします。この動画がいいねと思っていただいたらですね、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画で。